どうも、ジャストミートアタルです。えー、ただいまですね、5月11日午後1時のーデータをですね、えー、今記録したところでございます。えー、現状としてはですね、ネムを追加で72,200枚とですね、同時コインをですね、660万枚をで追加したわけです。はい。これで私の貯金はすっからがーんと。うん JPY がない。JPY ない。<laughs> ただ結果は出ていましてですね、えー、コインチェックのみで230万突っ込んで、え百、ー、526万5833円の、えー、含み益ということで、いくら含みがあってもですね、これ出金できなければですね、ただのあのね、一問なしでございます。えー、私、本当に貯金内も、も全部、全段打ち尽くしでございます。ただ、ただ、 オリンピックに向けて、えー、こういった電子決済がですね、えー、ますます盛んになるだろうとの踏んでの全額ぶっ込みでございいますはい、全額ぶっ込みもう本当に泣きたいぐらいですけども利益出てるからただあのちょっとねこの間ないだ何であのー。 アップが遅れたかというとですね、え、ミスター・イップルとコインチェックがですね、あの、サーバーが若干その飛んだらしいんですよね。サーバーがちょっとエラーを起こしてですね、あのー、ログインできなかったり、あのー、なんだろう、なんだろう、リップルがもう、400円ぐらい値をつけてですね、もう一瞬で、一瞬なんですけど、7700万の値がついたときはですね、さすがにね、ね、ふわってなりましたね。うーん、ふわってなった。あ、本当かな 嘘かね、7700万がね一瞬でついた時はね来たこれと思ったけどあの何、ー、でしょうエラーですすいません復旧作業中ですとでえー、午前11時頃に戻しますというタイムリープねえうんお前タイムリープしてんだろっていうねあのー、時をかける少女がおるね そういった感じでですね、えー、ちょっとごちゃごちゃって、いろいろ確認が遅れましてですね、え現状になったということでございます。はい。えこれからもですね、あのー、皆さんと共に、ね、僕の全貯金がですね、どうなっていくか見ていこう。ね、うん。ね、ただし JPY はない。僕にはもう、ね、細々と、細々と JPY をまたかき集める作業をしたいと思います。オリンピックまで頑張ろう。 というわけで、えー、あたるちゃんの仮想通貨通信、ね、みんなで見守っていきたいと思います。はい。<laughs> ではでは、ね、えー、またねまた今度ジャストミート